サイダ・ギャレットは、アメリカ合衆国カリフォルニア生まれの女性歌手、シンガーソングライターである。クインシー・ジョーンズの秘蔵っ子であり、1980年代前半には、プラッシュというグループに所属。マイケル・ジャクソンが1987年のアルバム、バットからの先行シングル、キャント・ストップ・ラビング・ユーのデュエット相手として、バーブラ・ストライ・サンド、ホイット・ニー・ヒューストン、アレサ・フランクリン、 アグネッタ・フォルツコグに依頼したが次々に断られ、サイイダと組むことになった。またサイーダは、マニン,ン・ザ・ミラーでも、ジャクソンと共演している。その後、クインシー・ジョーンズのレコード会社である、クエスト・レコーズから、ソロデビューするも成功せず、主に裏方として、キャリアを重ねることになった。1989年リリースのクインシー・ジョーンズの、アルバム、バック・オン・ザ・ブロックにリード・ボーカル、 バックボーカル、作曲等で参加。同作品は、第33回グラミー賞の最優秀アルバム賞、等を受賞した。1992年から1993年までは、マイケル・ジャクソンのデンジャラスワールドツアーに、唯一人の女性ボーカリストとして参加した。1990年代後半には、イギリスのアシッドジャズ系バンドである、ブランニューヘビーズに、 ボーカルとして加入し、いくつかのシングルヒットを飛ばした。しかし、アルバムとしては、シェルター一枚切りでバンドを脱退している。マドンナのトゥルーブルーなどでも、バックコーラスを担当しているほか、2004年のワールドツアーに参加。その模様が、ライブドキュメンタリー作品、I'm Going to Tell You a Secret に収められている。2006年公開の映画、Dream Girls で、 ジェニファー・ハドソンが歌った楽曲 W.I.Do の作曲者の一人として2008年の第50回グラミー賞のベストソングリトゥンエーモーションピクチャーテレビジョン・オアー・ザー・ビジュアル・メディアを受賞したアカデミー賞のオリジナル楽曲部門にも2度ノミネートされているありがとうございます